思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダム00。ハイグレード、ガンダムキュリオス。時は西暦2307年、石油や石炭などの化石燃料がほぼなくなった近未来。ユニオン、AU、人類革新連盟の世界三大国家軍は、宇宙太陽光発電システムの実用化に成功していたが、永続的なエネルギーを手に入れても、人類は争いをやめることはできなかった。この三大国家軍の争いが続く中、突如、ソレスタルビーイングを名乗る武装組織が戦争根絶を掲げ、世界中のあらゆる武力紛争に対し、ガンダムによる武力介入を開始する。ガンダムキュリオスは、機動戦士ガンダム00に登場するガンダムの一機で、ソレスタルビーイングが保有する第三世代のガンダムでは、唯一、可変機構を有する機体なのでおます。そうだ、その通り。いわゆる、高速機動形態へ変形し、その加速力を生かした一撃離脱戦法を得意とするガンダムでして、GN ドライブ搭載機だけに、無限に近いエネルギーと驚異的な機動性能を併せ持ち、既存のユニオンや AU の飛行が可能なモビルスーツとは、比較にならないほどの高性能を発揮する脅威の機体は、当時のガキンチョに、非常に受けが良かった機体なのでございます。武器は、取り回しに優れる GN ビームサブマシンガンや、ソレスタルビーイングだけが実用化していた GN ビームサーベルなど、機動性能を損なわないよう、取り回しの良いものを装備。GN シールドも小型ながら、内部に射出可能なブレードを装備する上、クローとしても使える優れもの。飛行形態では、後部にテールユニットを装備することが可能で、作戦目的に応じた装備に換装することで、あらゆるミッションに対応することができるのですよ。パナイネー。ガンダムマイスターは、アレルヤ・ハプティズム。人格連の超人機関出身の長兵で、ガンダム名物のスネオヘアーを受け継ぐ細マッチョな五人。おとなしい性格ながら、被験体として、なんやかんやと強化された結果、ハレルヤという光線的な別人格が誕生して二重人格者になったのよん。以降、ピンチになると凶暴なハレルヤが出てきて敵を殲滅するという、ある中のおっさんのような特性を持っていたのよ。さすがやね。キュリオスの機体特性を生かした、一撃離脱戦法を多用するアレルヤに対し、ハレルヤの場合は、近距離での格闘戦を好むなど、戦い方に癖があるのも特徴の一つ。その本領は、アレルヤとハレルヤが融合した時にこそ発揮され、すなわち、アレルヤが思考を、ハレルヤが反射をそれぞれ受け持ち、融合した状態はアレハレ無双と呼ばれ、最終局面では大活躍したものなんどすえ。なんというか本中か、第5話では、人格連低軌道ステーションの事故の際には、逆襲のシャアのラストシーンを彷彿させる人命救助シーンをぶちかまし、第11話の超人機関施設の破壊ミッションでも活躍したものの、それ以降の活躍は控えめだったものよのう。ファーストシーズンの国連軍との最終決戦では、アルブアトーレの砲撃によって中破した機体で戦い、アレハレ無双とトランザムで、ピーリスタンとアラクマさんのジンクスを圧倒する性能を見せるも、わずかな隙を突かれて撃破され、GN ドライブの射出後、半壊した機体ともどもろ隠されて捕虜となり、拘束具をつけられて、身の虫みてえな生活を強いられたのでしたとさ。そうかそうか、よかったね。思い返そうそうし合う。ソーマピーリスが、マリーパーファシーに新たな人格を上書きすることで五感と意識を取り戻した存在だったため、本来、超人機関は、肉体の強化のみならず、新たな人格を上書きすることで、反射と思考の融合を目的としていたのではないかと考察されたりした問題。悲しいかな。実は、俺にはもう一つの人格があって、そいつが表に出てきたらやべえぞ。などと、わけわかめなことをのたまう。言っちゃった方が現実世界に存在するのは周知の通り。ノーマルな一般の方はネタだと思うかもしれんけど、オタク界隈に足を突っ込んだ方ならば、これまでに何人か出会ってるんじゃないかいな？なんつうか、ぼっちが過ぎると、エア友を脳内に想像するってやつですな。まあ、エア友だったり、エア彼女だったり、守護霊だったり神様だったりするわけですよ。あいたたたー。携帯電話がなかった頃は、一人ごとをブツブツ言ってるのですぐわかったものなのだけど、最近では全然わかりまへん。その筋に詳しい仲間によるところ、最近は、FGO のサーブアントや VTuber など、バリエーションが多彩になったらしいのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2007年11月、機動戦士ガンダム00のハイグレードシリーズでは、3期目のガンダムである、ガンダムキュリオスが発売される。技術向上の指標とも言われる可変仕様のガンプラは、差し替えにより、両形態のプロポーションを高い次元で再現した両作としてモデラーから造された。
すでに発売されている、エクシアやデュナメスよりも値段が300円も高い点や、変形機構と可動の両立の弊害から、パーツの色分けがいまいちな点など不良な点も多いものの、当時としては、極めて優先度が高いガンプラとして君臨したのである。キットの値段は1500円。2007年11月に発売されたハイグレード仕様のキットだよん。ゼータガンダムの登場以来高い人気を誇るため、欠かすことができないと言われる可変タイプのガンダムキット。その出来を見るだけでバンダイさんの力の入れようがわかるだけに、モデラーとしても一度は買って組み立てて、いろいろと検証するのは当然しかり。いずれにしても、ファーストシーズンの時点では、かなり優先度が高いガンプラだったのでございます。その、通り。キットは、モビルスーツ形態から飛行形態への変形を、パーツの差し替えによって再現する仕様で、両形態のプロポーションも良好。かつ、発売時にはまだ、アニメ本編で公開されていなかった、GN シールドのクロー展開ギミックを再現しているなど、話題性の面でも評価が高い一品だったのは間違いねえ。だが、しかーし、エクシアやデュナメスに比べて300円も高くなったにもかかわらず、色分けがいまいちな上、GN ビームサーベルの刃のパーツや、飛行形態では必須とも言える、ディスプレイスタンドがついてないのよ、参ったね。可動範囲は、胴体内部の肩スイング機構など、上半身は優秀な印象なのだけれどもね。股関節や足首の可動がいまいちのため、モビルスーツ形態では、ポーズを決めにくいのが難点ですな。そうですな。可変キットにありがちな可動の制限や、保持力が足らない部位が存在し、可変機だからと頻繁に変形させてると、あっという間に ABS がすれて泣きを見るのよ、こんちくしょう。幸いにも、両形態のプロポーション自体は高いレベルを誇る上、機種と型のロック機構が変形時に役立ってるのは確かやね。当時の話題性は高かったので、とりあえず1個は買ってみっかと、発売された段階で買い求めた方は少なくないかと思いやす。武器は、GN ビームサブマシンガン、GN ビームサーベル、GN シールドがついてるよん。GN ビームサブマシンガンは、手持ちのほか、ジョイントを介して右腕の前腕にマウントできるのが素敵すぎ。設定通りグリップの取り外しが可能だけども、このキットにはハンドミサイルユニットが付いてないので、付け替えて遊べないのであしからず。GN ビームサーベルは、本体の身が2機付属し、リアアーマーの裏にマウント可能ときた問題。ビームサーベルの刃が付いてない上、組み立て説明書にも補足の記載がございやせん。差し込みが長方形のため、これまでのガンプラ付属のサーベルの刃は回収せねば使えず、回収ができない方などは、後発のブアーチェなどが発売されるまで待つしかなかったのでございやす。そうだっけ？ GN シールドは、発売時にはアニメ本編で公開されてなかったクロー展開ギミックを実装。早々とキットを作った方は、こんなギミックもあるのかと感動したかもしれん、かもしれん。しかも、シールドに内蔵されているブレードも、差し替えで再現できるのですよ。感動の嵐。ハンドパーツは、拳状の持ち手が両手分と、表情の良い右手の平手がついてるよん。ちなみに、ハンドパーツは、他のガンダムのものが有用可能。エクシアについてる左手の平手も有用可能なんどすえ。その他、色分け用のシールド、変形時に使う、パンツみてえな股関節のジョイントが付属。変形時には、股関節から脚部を外し、ジョイントに、ガニ股にした脚部をつけた上で、パンツを履かせるみてえに装着させる仕様なのだよ。まあ素敵。各部のレンズ部分がクリアパーツだったり、腕部のベルト部分が合成ゴム製でイヤーあんな感じだったりと、かなり癖のある仕様のガンプラなのは間違いないものの、普通のモデラーが組むのなら、特に問題はないキットなのだよ、皆の衆。そうだそうだ、そうかもしんない。定番の回収としては、今回もきつかったバンダイエッジの修正や、ABS の関節部分の保持力の修正、壊れやすいアンテナなど、パーツが壊れやすい部分への対策までできればパーペキじゃねえかと思いやす。回収する暇なんかねえよとおっしゃる方も多かろう。そんな方は、5月に発売予定のマスターグレード版でも買ったらいいんじゃないかいな。でもね、まあ、なんだ。昨今の日本の状況を鑑みるに、なんだかとっても、ラクーンシティみてえになっちまったと思う今日この頃。巷には、ウイルスに感染したゾンビ犬やカラスがうようよしている状況。26日からしばらく休むと言ったけど、こんなご時世には、おとなしく家でガンプラでも作っていた方が良いですな。てなもんで、早速、山田電機のガンプラ売り場を覗いてみたら、何やらうずくまる人影がございやす。なんと、ここでもバイオハザードが。よく見やー、FGO のプラモデルを見ているだけですな。なかなかどうしてご就寝のご様子。ベタベタ触りまくった挙句、きっと元の位置に戻しやがりましたよ。まあキモい。
こんなキモいおっさんのウイルスがついたキットを買ったら、俺もゾンビか間違いなし。助けて。とにもかくにも、最近のバンダイさんは迷走している感じが半端ねえ。ヤマダ電機のワゴンにも、バンナムさんのロゴのついた家電がゴロゴロしているのが素敵やね。土地狂って、そのうち1分の1フィギュアでも出すかもしれぬ。かもしれぬ。どうにもこうにも、デンドロビウムやネオジオングみてえな、でかい物を好むスタッフがいるみてえですしね。ガンプラ売り場にでかいフィギュアが飾られる日も、あながち遠くないかもしれぬのでござんすよ。はい。そんなもん、わかるかーい。